で、あと、そうですね、10分から15分ぐらいで、最後のデータの扱い、それからデータモデルの所有権といった問題について触れていきたいと思います。データの扱いについて言っていきますと、どうしても個人情報保護ということについて考えざるを得ない。で、個人情報保護法に沿ってくださいの一言なんですが、なかなかとつきにくい法律になっています。で、AI CAD 開発ガイドラインの中では、アペンディックスという形で、いくつかの事例について、こういった場合には注意すべきである。こういった場合は実は、個人情報には当たらないといったことを、まとめています。ちょっとこの後で触れていきたいと思いますが、まず基本として、診療情報というのは個人情報保護法の上では要配慮個人情報ということになっておりまして、これ患者さんのオプトインによる同意がないと、使ってはいけないということになっています。ですから、オプトアウト、集めたデータについて嫌だと思う人はここに行って手を挙げてくださいというやり方はダメであって、必ず、一人一人からこの目的に使っていいということに関して了解を得て使わないといけないということになります。で、その中にはマシンラーニングのための学習ですとか、あるいはそうやって、作ったモデルを製品に適用することが含まれてくるということになります。で、ただし、いやらしいのが、個人情報保護法には、学術研究の場合は適用除外という情報があります。で、ここで言ってる学術研究というのは、商業開発と対比していると考えられていて、製品開発の場合には適用されないことになります。ですから先ほど言ったように、AI 医療機器に関してはアカデミア発が多いと。ただし、アカデミアのうちには、それ研究ですから、個人情報保護法とは別のところで、ただし臨床研究の倫理指針とかそういったものについて、そういったものに則ってやらないといけないので、結局は研究であっても同意を要請しないといけないという点については変わらないわけですが、研究で同意を得たことを、そのままじゃあ、製品に適用できるかというと、そこは少し考えないといけないことがあるということになります。ちなみに、このあたりもですね、日本と海外とでは少し事情が違っていて、日本の場合にはこの今の76条に象徴されるように、学術研究と商業利用というのが、対比されているわけですね。ところが、1年ぐらい前に、もうちょっと前かな、ドイツ、フランスの研究者の方に聞いてみたら、EU では医学研究と対比をなしているのは通常診療であって、データの出どころが医学研究であったのか、それとも通常診療であったのかによって分かれていて、その出てきたデータを、商業利用に流用するということに関して、そこで線引きという形にしてないという話をされていました。国によっても、個人情報保護、何を大事に思うのか。例えば、プライバシーを大事とする独仏の考え方と、個人情報の、どちらかというと、漏洩とかそういった点、セキュリティに関して重きを置いている、日本の、実態というのは、若干、いろいろな点で、食い違いが出てきます。で、一番ややこしいのが、同意撤回があった場合。で、これに関しましては、我々、専門の、そうですね、開発ガイドラインをまとめる委員会の中で、個人情報保護法の、個人情報保護委員会に紹介をしたりした上で、やっとたどり着いた結論というのはこういうことになります。まず、少量利用等も含めて、同意取得して適切に匿名加工されたデータを、学習に使用しますと。ですから、インフォームのコンセントを得て、匿名加工して、匿名化された個人情報をデータベースに作って、で、これを開発者が、契約して使っ
マシンラーニングに使う場合、これは開発者から見ると入ってきた段階ですでに匿名化されてますので、このデータベースに関しては、最初から匿名化されたデータしか使っていないことになります。で、さらに作った機械学習モデルは、これは個人情報は含んでいないという考え方になるということです。で、この場合に元のデータについて患者さんが同意撤回したら、マシンラーニングモデルどう影響するでしょうかということで、これに関してはまず匿名化移行されたもので、情報データベースを作ってますので、誰の情報を削除すべきなのかといったようなこともわからないことになりますので、データモデルの廃棄はできないということになりますので、この場合じゃあ作ったマシンラーニングモデル全体をボツにするのかというか、さすがにそんなことは求めませんということでした。で、あともう一つガイドラインではあまり想定しなかったケースでもう一つあります。同意取得して匿名加工しないで、もう要配慮個人情報というデータベースを作って、で、これを開発者企業が、契約して導入してマシンラーニングを作った場合どうなりますか。で、それを患者さんが同意撤回しましたということになります。で、この場合、このデータベースからこのデータを削除しなければならないということになるんですけど、問題は、マシンラーニングモデルがどうなるか。で、この場合も、モデルの廃棄はおそらく不要であろうと。で、それはなんとなれば、構築したモデルそのものは、もうこれも統計、統計情報と同じなので、ここの中では、もう個人情報として区別されるものは入っていないという、そういう立場になるんだろうと。ただ、この点に関してはガイドラインを作った時もあまり想定していなかったので、概要欄の中ではこれ触れられていません。ですから、これは私の個人意見ということになります。で、あとはですね、テストデータに、そういうケースが入っていたらどうなるか。これテストデータが変わってしまうというのは実はですね、非常にややこしいんですね。テストデータが開発の途中で変わるということは、これ判断基準が変わってしまうことになりますので、これはおそらく避けた方がいいだろうというふうに考えられます。で、最後にデータとモデルの所有権ということで、少しこれから起こりうる話をしようと思います。実は医療情報の所在、所在は今のところ多くの場合医療機関が管理していることになっています。で、データの所有権、そもそもデータの所有権という考え方があまり実はデータの場合馴染まないんですが、データを使っていいということを決定する権利は、患者さんにあるということになります。ということは、これ医療機器メーカーってどちらもないですね。ですから、データを何らかの形で受け取ってくるしかないということになって、それもありまして、次世代医療基盤法という法律ができました。この法律の下で、例えばファイザーのような大きな会社が、大きなデータを持っていくといったことも起こってますし、これから、次世代医療基盤法の下に、大規模なデータを使ったいろいろなリアルワールドデータの活用といったことは起こってくると思います。で、もう一つの問題点。じゃあデータがあるドクターのところで自分で作ればいいじゃないかというわけになるわけで、お医者さんが Do It Yourself で CAD AI を構築するというのも、実は私の周りでもいろんなドクターがそういうことをやっていらっしゃいます。で、これまずじゃあ薬機法的にどうなのか。薬機法関係ありませんと。ドクターが自作した医療機器を自分のところで使う分に関しては、これは製造販売。商売で売り買いする、あるいは賃貸するということになっておりませんので、これ薬機法の直接の対象ではないんです。ただし、品質管理しないものを
臨床研究による検証も経ずして、いきなりじゃあ臨床で使っていいかというと、最近はそれはいけないんじゃないかという考え方になっていると思います。また、どういう品質管理をやっているのか、明確でないものをいきなり患者さんで、試すんではなくても、臨床診療で使っていくというのも、これも今の、倫理的な考え方では、あまり認められていないということで、開発ガイドライン第7章では、こういった場合、ソフトウェア、データセットを、ダウンロードでお医者さんが落としてきて、でそれで AI 使えるようにするということも、これ多分そんなに大変じゃないんだと思うんです。ただ、ドクターが CAD を自作して用いる場合にも、やっぱり臨床倫理、あるいは法令、臨床研究法もあります。臨床研究法等の趣旨に沿って行うべきでありますし、で、また、その時に、このガイドラインで言ってるような品質管理の考え方というのを、取り入れて、置くことが望まれるということで言ってます。で、メーカーと同じような、全く同じ水準の品質管理プロセスが、ドクターが一人で個人でできるとはあまり思えないわけですが、研究レベルで行うべき、品質管理というのは当然ありますので、そういうものを担保しておいてくださいという意味のことを言っています。で、あともう一つ、医療情報、患者さんの情報以外のデータというのもこれから考えないといけないということ で、これは私 のテーマであるその手術ロボットに絡んでくるんですが、ダヴィンチの場合、実はダヴィンチは、毎回手術終わった後、ネットにつないで10分ぐらい、メンテナンス用のデータを吸い上げるという儀式があります。で、これ、何をしているかというと、あくまでもその故障であるとか、そういったもののメンテナンスのためのデータを回収するプロセスなんだそうですが、それ本当にそれだけですかということを、ちょっと勘ぐりたくなるわけですね。動作ログというのはこれ宝の山です。ドクターがどういうふうに手を動かしたかというそのデータがあれば、いろいろな研究開発ができるわけでして、先に述べました、AI、Google 等が入ってきて、手術ロボットを作るときに、そういうデータがあれば当然非常に有用だろうということが想像できるわけです。ただし今、日本国内で、こういうダヴィンチのそういうデータにアクセスできる人というのは、昨年1月段階では、そういう契約をしている研究機関、実は国内になかったんです。やっと昨年の夏だったかに、医師以来の先生が、契約を結んだという話を伺っておりますが、まだ公式に確認できるところにそれが載っていないので、ちょっとよくわからないです。ただそれをやるには、インテリティブサージカル社と NDA を結ばないといけないですね。ですから、どういう研究をするのかということは相手に続けになるわけでして、そこもちょっと悔しいなという気がするわけです。と思ったら、昨年、8月に承認を受けた神戸発メディカロイド火の鳥、これがですね、データについて、この左下にあるようなシステムを、準備してますということで、プレス発表がございました。マインズというシステムで、こういうロボットの動作状況、あるいはその他の内視鏡映像ですとか、メンテ用のデバイス、その他の医療機器について、メディカロイドのクラウドの上で、データをモニタリングして、サポート、例えば、不具合ですとか、あるいは故障とか、そういったことへの対応といったことについて、先手を打つためのものですということで発表されています。そこまでやるんだったら、じゃあそのデータを研究開発とかに使わせるようにしてくれよということで、今、いろいろと話をしているところということで、こういったことに、これから期待をしていきたいというふうに考えています。で、なんですが、最後に、
今日おそらくこれが最後のスライドになるんですが、現状世界はもっと速いスピードで動いているよということで、FDA の動き、それから国際的な動きについて触れさせていただきます。FDA から、AI マシンラーニングベースドソフトウェアアズアメディカルデバイスアクションプラン、というのが、今年の1月に公開されました。で、もともとこの、ドラフト版は、2019年に、公開されていて、まあ、その間ずっと、パブリックコメントを集めるというそういうことが行われてきました。で、この中で言っていることは実はAI CADの評価指標で言っていることとかなり重複はするんですが、ただ彼らはその中で Good Machine Learning Practice という言葉を使っています。で、この Good なんちゃらプラクティスというのが、Good Clinical Practice、それから Good Manufacturing Process、まあ、そういうですね、G なんとか P プロセスというのがですね、薬事の世界では、もうこれはもう法律です。日本においても、臨床試験の基準、GCP というのは、これは省令で決まっていて、ですからもう法律と同等の、強制力を持つものということになっています。で、その G なんとか P シリーズの一つとして GMLP ということを FDA が言い出したということは、これが、単なる薬事上の、まあ、審査の上での要求というよりかは、その通りにやっていないと直ちに法律違反になってしまう可能性があるということ。で、もう一つ、これは、GMP、あれ、まあ、医療機器の場合には QMS といってクオリティマネジメントシステムというんですが、それって ISO 9001 の、派生バージョンなんですね。で、ISO 9001といいますのは、ご承知の通り、企業、あるいは、まあ、まあ、大学もやってるとこありますけども、そういう、まあ、企業体の中での組織の品質管理のシステムです。ですから、この GMLP も、その性格は多分にあって、組織が、その基準に適合したやり方でデータを集めていること、データを管理していること、まあ、そういったことを確認していくというプロセスになっていくと、日本でやっている個別の品目ごとにそういうものをチェックして、良ければ承認という考え方ではなくて、組織としてそういう体制を取っていて運用していることが確認できれば、その組織で作られた医療機器、プログラムに関しては承認を与えますというですね。実は FDA ではそういうのをプリサートプログラムという形で、確か18ぐらいの、アメリカ系の企業に対してそういうプログラムを課しています。で、そのプログラムに入っている会社から出てくる、AI プログラム、AI ソフトウェアに関しては、そういう点に関しては、審査は、飛ばして、あとは有効性とかそういったことを評価するということになっています。まあ、こういうのが出てくると、アメリカでは、まあ、そういう点に関してはもう審査として見るんではなくて、システムとして会社の、信用を見るという形に変わってくるということになります。で、あともう一つ、その、FDA の、AI マシンラーニングベース SMD アクションプランの中で言っていることの中で、サイバーセキュリティの話が出てきます。サイバーセキュリティに関しても水準を満たしているところでないと、そのプリサートのプログラムに乗ってこないと。で、サイバーセキュリティに関しては実は IMDRF という、国際的な、医療機器の、規制機関の、集まりの中でガイダンス文書が昨年5月に公表されました。で、IMDARF で言ってることというのは、これは国際的に、規制整合を図るというのが目的ですので、この、ガイダンス文書は、いずれ日本でも、規制に乗ってくるということが考えられます。で、ただ現状で言うと、日本の会社に、よし、明日からこれやってくれと言ってもですね、ほとんどのところは対応できないんじゃないかと考えられるので、今、厚生労働省等が、あるいは業界団体で、この、ガイダンス文書に対してどう対応するかということは頭を使っているところです。
で、これが、ただ単にその医療機器として、適用されるプログラム向けに書かれているわけですが、実は、医療のサイバーセキュリティというのは、その医療機器だけに関して、そのなんか一定の水準を満たしてればそれで OK かというと、全然そんなことなくて、ジムのおっちゃんの使っている、パソコンから、マルウェアが広がるということも当然起こり得るわけでして、要するに病院に入ってくる、医療情報、それから医療システム、IT システム全部に対して当然影響してくることですので、大変影響は大きいということになります。で、データ収集の時にもそれが当然効いてくるわけでして、日本初の AI 医療機器というのはこれから海外で戦おうと思うと、この FDA のアクションプラン、でそれから IMDRF のサイバーセキュリティガイダンスというのが、これから必須になってくるということで、これは大変ハードルが高くなってくるということで、少しそこは対応に関しては前向きと言いますか、先手先手で考えていただければということで、それを最後の今日のまとめとしたいと思います。今日いろいろな説明をしてきましたが、薬事とか品質管理に関しては消化指標ガイドラインが出てますが、FDA ガイダンスとかその国際的なサイバーセキュリティの話がありますよという。市販合格紙に関してはとりあえず日本ではイダテンというシステムがインプリメントされました、これから出てくると思います。責任所在に関しては医師法17条で、医者の責任ですということになってるんですけど、これやはり社会合意がないとそこはうまく回らないだろうと思います。でデータの扱い個人情報保護に関しては、作った AI モデルに関しては個人情報ではないけども、そこに使われるデータに関してはケースバイケースですよという。でさらにデータとモデルの所有権ということに関しては、これからそういった権利に関してどうやってデータを使いやすくしていくのかということに関して、メーカー側からのアプローチも必要だろうということで今日の締めとしたいと思います。ちょっと時間を超えてしまいました。これから Q&A だと思います。ありがとうございます。